というのは本当はあまりきっかけというのはなかったんですね。というのはその新人漫画家の時に、お前編集長の方からお前に新しい漫画描かせるから何か新しい描きたい漫画あるかと言われて、それでその時即答しない、すぐ答えないと仕事がもらえないんじゃないかなと思って、とにかく中学生とか小学生の時に読んだアルセーヌ・ルパンというキャラクターが割と好きだったもんですから、即座にルパンを描きたいというので、進めたのがルパン三世ですね。もういろんなものに漫画家になってから影響されましたし、漫画家になる前もいろんな作品とかもでかなり影響を受けてます。で僕はどっちかというと、もういろんなもう見たものを聞いたものに対してすぐ影響を受けやすいものですから、多分数え切れないほど影響を受けていると思いますね。で特に僕は日本の漫画よりも外国の漫画が好きで、アメリカの漫画とかヨーロッパの漫画を見ます。でその中で特に影響を受けた漫画家というのはアメリカの、パロディ漫画誌で、マッドっていう雑誌があるんですが、その漫画の誌の影響がかなりありますね。で特にそこに書いてらっしゃる漫画家でモーター・ドラッカーさんという方がいらっしゃるんですけど、人の映画ものすごく好きで、暇があるとその人の描いた絵を真似してよく描いてましたし、その影響がかなり僕の今の漫画にあるのではないかなと思ってます。特にドラッカーさんの絵っていうのはユーモアがあって、僕は割と好きで、やっぱり漫画もやっぱりある程度ユーモアは必要だなと思ってますんで、いまだにやっぱり勉強しながら書いてます。僕はモンキーパンチという名前あんまり好きじゃないんですね。でそのなんかへんてこな名前なんでもう本当に嫌なんですけど、実はこれは僕が漫画家になり始めの頃に僕を見つけてくれた編集長がいるんですが、その編集長が「お前の絵は特に日本人の絵なのか外国人の作家の絵なのかよく分かんないんで、ペンネームもとにかく日本人なのか外国人なのか分かんないようなペンネームにしよう」ということで「モンキーパンチ」っていう名前を、編集部で何か全部考えたらしいんですけど、つけてくれたというか。つけられちゃったというか、そんな状態です。これは僕が言うのはなんですけども、この5人のキャラクターの設定というのは僕自身かなりうまく設定できたなと思ってます。まず主人公のルパン三世はどっちかというと割と自由人で、ほとんど制約とかそういうのにとらわれないで、行動する、男として、書いたわけですね。藤子はですね、これは言うなれば007に出てくるボンドガールのと同じ感じですね。ルパンに対して、ルパンガールといいますか、そういう設定で出したんですけど、これがずっとシリーズの中でずっと出てくるのはなぜかと言いますと、本当は ルパンは週刊誌なんですけど、毎週毎週違う女性を出そうかなと思ったんですが、これ毎回変えるとなると大変なことなんで、とにかくルパンと敵対する女性というか、ルパンに絡む女性はもう名前は全部藤子にしようということで、藤子にしたわけなんですけど、
まあ、そのためにまあ、藤子っていう名前が割と印象に残ったのかなと思ってますし、まあ、僕としてはその藤子という、キャラクターを出したのはやっぱり成功だったのではないかなと思ってます。五右衛門はですね、例えばここに出てくる5人のキャラクターのうちほとんどはなんていうか日本人っぽくないんですね。でそれでそのなんとかその漫画のそのというか全体の構成のバランスがどうしても必要になってくるんで、どっかにやっぱり東洋的な雰囲気というかそういうのがどうしても必要になってきたんです。そこでもう五右衛門という、まあもう純日本風の、男性を出して、それで5人のキャラクターのバランスをうまく、取ったわけですけど、まあ、これも僕としてはなんかうまくいってるなという思いはします。次元はですね、次元大輔はどっちかと言いますとアメリカで僕が割と好きなウエスタン の, に出てくる主人公といいますかね、まあ、そういう雰囲気を持った男として出したんですけど、まあ、とにかくガンマンですよね。スタイルとして、まあ、なんて言いますか、アメリカの男っぽいとこをこう、まあ、出したわけなんですけども、まあ、それの、まあ、モデルっていうかヒントになったのは七人荒野の七人に出てくるジェームス・コバーンの、演じた役があるんですが、それがかなりヒントになってるっていうかその影響をかなり受けたキャラクターです。銭形警部は例えば5人の中のうちでですね、銭形警部だけが実はサラリーマンなんですね。要するに給料、国から給料をもらって生活してる人ですね。で、まあ、完全に警察ですから国家公務員なわけです。でそのこれはなんでそういうキャラクターを出したかと言いますと、片方はルパン三世っていうその自由にもう飛び回ってるもう全く何の制約も受けないキャラクターですね。それからもう一つその反対として銭形を出したわけです。銭形はどっちかというと警官で国家公務員でもう本当に自由の利かないもう規則にがんじがらめになってる、まあ、キャラクターなんですけど、まあ、そのがんじがらめになってるキャラクターとそれから自由なルパンの、まあ、その何て言いますかねコントラストというか、まあ、それが、まあ、出すというかそれをまあ狙って作ったキャラクターではあるわけですね。ルパンを描く場合ですね、ルパン三世の場合はどっちかというとトムとジェリーみたいな感じですね。要するに銭形とルパンの追っかけっこですけども、それはまあ、ある程度ヒントはトムとジェリーにあるんですけど、やっぱりああいうものでそのルパンが逃げながら銭形を苦しめるというか、逃げるという、だからある程度そのユーモアを持った追跡の形っていうのが僕としてはものすごく好きですね。5人のキャラクターが一緒に動いてるっていうのは僕の原作ではほとんどないんですね。で大体一人一人個人個人で動いてるっていうか、それが僕の作品なんですけど、5人が一緒に動くっていうのはアニメーションになってからそういうスタイルになったんですけど、
これアニメーションの場合はですね、とにかく30分枠なんですけど、その、まあ、テレビの場合は30分枠なんですけど、その中に必ず5人を入れなければダメだという、なんか制作の意図があったみたいで、それで5人入れてると思うんですね。で、僕の漫画の場合はほとんど5人ではなくて、まあ、1人で活躍する場合もありますし、全くルパンが活躍しないで次元だけが活躍する場面もあります。ですからテレビと5人の設定っていうのは一緒に行動するっていうのはあくまでもこれはテレビの設定です。デッドアライブの場合は一応僕が監督ということで、まあ、もちろんその下に監督助手をやってくれた方がいるんですけど、どっちかその人はもうアニメーションに関してはベテランなんで、ほとんど彼に任せたわけですね。で、彼はアニメーションのこともよく知ってましたし、で特に僕が演出するということで、タイトルがやっぱり監督モンキーパンチという名前つきますから、まあ、それの敬意を表して、マッキントッシュを画面、まあ、僕が使ってるもんですから、まあ、そういう意味で出したんではないかなとそう考えてますけど、僕デッドアライブの監督を頼まれた時に、まあ、僕は本当は初めてできないって言ったんですが、どうしても時間がなかったんでとにかくやってくれということでなんか無理やりさせられちゃったんですけども、でその中で僕のアイデアが入ってる部分っていうのは一番初めのイントロの部分ですね、とそれから一番最後にルパンが敵を倒して財宝を手に入れるという場面なんですが、あそこだけだったんですね。でそれを話して、あとはシナリオライターの方にとにかく、ついつま合わせるように作ってくださいということで、頼んだわけです。で最後に財宝を手に入れるというのは実はルパンというのはあんまり財宝を手に入れてないんですね今まで。だからその僕の監督した作品の中ではなんかたまにはやっぱり手に入れる場面を入れた方が痛快ではないかなと、そういう考えで、まあ、とにかくルパンに莫大な財宝を手に入れさせたと、そういう次第です。僕はやっぱり漫画が好きで、漫画も好きで、漫画っていうか映画が好きでですね、本当に自由な時はもう映画三昧といいますか、買い込んだ DVD をばっかり見てます。で一番贅沢なんですけども、自分のオフィスにホームシアターを作って、もうかなり、いい環境で見てますんで、逆に映画館に行かなくなったのがちょっと気になってますけど、まあ、そのぐらい まあ、気に入った場所で、主に新作の DVD を見てます。でそれで楽しんでます。ウルパンができてもかなりになるんですけども、これからもルパンも、まあどういう形になっていくか分かりません、例えばその DVD 用に新しいものができ、まあ、作られるのか、あるいはそのゲームとしてルパン三世がまた新しい形で変わるのか、あるいはその実際の役者さんが演じるルパン三世というのができるのか、全くここから先までよく分かんないんですけども、とにかくルパン三世を見ているときはですね、日常の嫌なことを忘れて、それに没頭して見てもらえれば、まあ僕、まあ、原作者としてはもうすごく嬉しいなとそう感じています。よろしくお願いします。